ペナン日本人学校は、マレーシアのペナンにある日本人学校。ペナン島の中心部であるジョージタウンからは少し離れた位置にある。校舎第二棟裏手には川があり、蛇やイグアナなどが多く出没するため、生徒は教員と一緒でないと裏庭に立ち入ることはできない。通学は主に学校の通学バス運営委員会がバスドライバーと契約しているスクールバスを使うが、 バスの運行地域外の生徒は保護者による送迎となる。他の日本人学校と同様に、日本の文部科学省が定める学習指導要領に則っったカリキュラムで授業が行われている。小学部、中学部ともに、英語を話す講師による英会話の授業が行われている。能力別クラスで通常、中学校から始まる英語の授業とは別にも設けられる。 現地採用の外国人教員が授業を受け持つ。赤道付近に位置する立地を活かし、週1時間は水泳の授業が行われ、毎年2月頃には水泳記録会も開かれる。また、少し前までは、小学部5年生は宿泊学習として、ランカウイ島に、小学部6年生と中学部2年生は、修学旅行で、サラワク州の口付近へ行っていた。が、 2008年度から5年生と6年生は一緒に行くことになった。ランカウイ島とサラワク州の口付近を年ごとに変えていく。セントクリストファースクール、アップランズスクール、ダラット校とは水泳大会などを通して、児童生徒、教職員とも交流がある。また、同じマレーシアにあるクアラルンプール日本人学校、ジョホール日本人学校、 小滝なばる日本人学校とも交流を持っている。ケンヨンリーメゾジストスクールという学校を開校以来、借用しており、建物は全体的に少し古い。校舎に入るゲートから教室がある、第二棟、第三棟までは少し歩かなければならない。教室はコンクリート床かタイル床でパソコンインターフォンが全教室に配備されている。特殊教室として、プール、 プレールーム、英会話教室、音楽室、図書室、図工室、技術室、家庭科室、理科室、コンピュータルームがある。ありがとうございます。